声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞドキドキよ、せーのどーれー。なに今のみんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、はいはい、始まりました。ウークイも、通常営業フリムーンラジオですけども、多分今日聞いてる人いないんじゃないですかね。いないんじゃないかな。ってウークイですよ今日。そうだよ。じゃ早速、自己紹介からいきましょうね。はい、はい、皆さんこんばんは、やっぱりエイサー、女の子は大太鼓持つよりも手踊りの方がいいなと思ったイケペイです。よろしくお願いします。うん、はい、白い T さん。はい、白い T、 白い T、はい、カデナ高校ナインの皆さんお疲れ様でした。感動ありがとう。今夜もよろしく、ファイティニシアラです。はい、うまくまとめようか。はい、慌ててね、内カビまで耐えて準備してね、あと送るだけにしてきました。ああ、なんとか。はい、慌て果てしてたけど、とりあえずエコザイルです。よろしくお願いします。はい、ザイル。オリンピックで金銀銅を取っていただいて、取ってくれた、選手の皆さんお疲れ様でした。フリムの骨折です。はい、今日も順調に骨折ですね。はい、そして今日、お DJ モーリーに続いて、おプロのパーソナリティがフリムにやってきたよ、スペシャル。まさか本人からせっかくですから自己紹介してもらえます？はい。あ、逆に最後まで出さないっていう手もありますけども。見えてる人には見えてるから、とても贅沢な使い方しよう。見えてる人には見えてる。じゃあ分かりました。もうツイキャスでももうすごい反響来てますので、それではよろしくお願いします。フリムラジオを聴きの皆さんこんばんは、神田邦弘です。よろしくお願いします。さ、いい声、ちょうどいい。早めに出した。いやー、今日メイン MC イケペなのなっちゃうんだよね。あ、そうなんだ、そうなんだ。あの、ハゲチャビンがいないときは、あ、今日そうなんだ、モミさんは愚装で生中継したいって言ったけど。じゃあしょうがないっすね。断りました。断ったんだ。業界初じゃないですか、愚装とのチャビン。モミならできる気がするね。世界的なね、話題になるはずだけどね。青森の恐れ山でしかできないと思ったことが。いやでも、あの他のね、ちょっとあの告知で今いろんなとこ回ってるんですけど、この番組ぜひって言われて来たんですけど、一番緊張しますね。今日でも言ってたね。本当に、なんか他のところはあの楽しんでやろうかなと思いましたけど、ここはね、なんかちょっと構えるね。なんで？違う違う、いつもほら、あのとてもフランクよ。それはわかる、それはわかるんだけど、なんかほら、聞いてもらってる分、あ、なるほど。だからそこに今度は自分が行くってなると、ちょっとこれまでない感覚なんで、はい、あのお手柔らかにお願いします。飛んで火にいる夏クニフィーですよ、今日は。やばい、あの夕方の時間とは違うクニフィーを、そうね、あぶり出してやろうと思ってますから。どうぞ、何でもどうぞ。9時も過ぎたし、そうそう、どうせ聞いてる人もし大して深くないけどいいか。だってクニフィあれですよ、うん、前から、うん、よければ出てちょうだい出てちょうだいって言ってたら、うん、固くなに断ってたのに、うん、告知となるとこれですよ。もう分かりやすい。猫のね、手のひら返し。いやいや、それはもうね、それはもう、あとでその告知も、うんうん、はいはい、細かいことでも分かりました、もらいたいと思うんですけど、小説さん、今日のテーマを、あ、今日のテーマからいきます。はい。いや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 、進行よ。どうしました、更年期障害は。おやおや、今日のテーマは何だったかな、ケペイさん。はい、今日のテーマはですね、先祖の〇〇話。お、あ、合ってますよね。
合ってるよ、曲も止まったから大丈夫かな。あ、大丈夫ですよ。またオールなんかしたいや、ちょうど終わりだった、ね、あ、そうです、曲がね、うん、はい、はい、じゃあ、今日の、番組の紹介です。16分頃からハイバーの姉さんのいい加減な、人生相談コーナーで、22分頃から、ゲストを迎えてのひとときですね。で、40分頃から、名古屋、あ、すいません、今日はちょっと変更でですね、はい、35分頃からちょっと10分間つなげたいということで、あ、名古屋の方が、はい、わ、はい、かりました。で、メールアドレスが m@fmgino1.com、またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信してます。FM ギノワのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターと連動してますので、たくさんのツイートお待ちしております。で、この番組は、中川名木さんとシーベースダイビングと、フリームラジオのメンバーの提供でお送りします。で、一旦 CM です。今日も暇だわね。ですね。こうちゃん、あんたちょっとそこら辺でキャッチしてきなさいよ。いい男限定で。今からですか？あ、早原姉さん、そろそろフリムンラジオが始まりますよ。そうだったわ。あの人気番組、フリムンラジオの日だったわね。いらっしゃいませ。あんたたち、フリムンラジオもいいけど、RBCラジオミュージックシャワープラスプラスもちゃんと宣伝すんのよ。ね、姉さん、フリムンラジオ。はい、じゃあそれでは、改めてイケペ、この腕の数字何？え、これ今日のゲストのクニフィに払うギャラマジで45,599 マジですごいね。忘れないより書いてあるの。クニフィが言ったんでしょ俺はこれぐらいの額じゃないと出ないよっつう。コミュニティラジオでこんな金額もらったことないけど皆さん今日はブラックニフィを出していきますからねちょっと気になったんでずっと、まあまあ、はい、家賃なんですけどね。あ、そうなんだ振り込みを忘れないようにリアルだごめんごめん、ちょっとどうしても気になった、どうぞ進めてください。もうあの庶民派のイメージ崩したくないもんですからじゃあ早速メールいきましょうね本日のお題が、先祖の〇〇の話なんですけど、じゃあ1通目いきますよ、ラジオネームビンゴさん。ハイタイ、フリラジの皆さん、ゲストカンナさん、はい、カンナさんの缶が、環状2号の缶に七子さんの名でカンナさん、パコンヤーマン。七子さんの名って説明も奈良のなーでいいです。察しれやある程度わかるでしょう大人だよ。どうぞどうぞ、はい、はい、WB の番組が火曜日に移動してくれたおかげでフリラジにカンナさんが出れるようになりましたねでも出るとかなりまずい番組があるけどね。カンナさんはあるイベントの告知でこちらに来るのは2回目みたいだけど、ギノワンシティ FM には行かないんですか？というか皆さん、ギノワンシティ FM に行ったことありますか？ちなみにギノワンシティ FM ではこの時間帯はヤーマン体操の方々の番組をやっていますよ。テーマはちょっとわからなかったのでフリーのメッセージにさせていただきました。ではこれにて失礼。ビンゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、フリーいいんですよ、うん、ガンガンいいんですよ。ただもう確実にこれはクニフィ目当ての投稿だよねいやー、あー、ビンゴさんはちょっと別の番組で名前よく聞きますけど。あ、そうなの。はい、どれ？Tサージ？うん、こっちの
ああそうなの。あの愛ちゃんの番組。あああれ聞いてんの毎週。俺だからちょいちょい聞いてんだっていろんなコミュニティ局の。クリフ。はい。結構してるんだよ。結構してるよ。ダメよ愛ちゃんはもう。じゃあフリムラジオ聞いてるんだって。ああ。そうそういろんな曲のいろんなラジオを聞いたりしてるんでその中で一つで。ラジオが好きだからね。でもねリスナーの感覚は。ね、ずっとなんか忘れたくないんで、うん、それアンテナおりますよそうねそうね2本おったからね曲の垣根を越えて怖い、 いないはずだよ他にところでギノワンシティ FM っていうのはご存知なんかねできたというかあるらしいですけど、うん、ただちょっと詳しくは分からないですけどあるんですよ ね、うん、あじゃあビンゴさんはそこのヘビーリスナーさんなんでしょうかねなんかそこを押すんですよへえー、ね、はいうんなんだろうしかしツイキャスが今日はクニフィーの反響がすごくてね、うん、ありがとうございますガネコにできたガネコにできたあーそうなんだへえうちのスーパーコンピューターすごいね12が出しましたデータですいいねいいね場所も分かりますけど、聞いてくれてるねそうかガネコガネコ あのデルタ電気工業の隣ですねうっマジですかあのアンテナ折った時 そこに持ってきましたそうですおそこですね FM のアンテナ折った時はいはいはい FM 沖縄のラジオから忘れもしないよガネコのドヤ顔で言われてもでだからそこ持っていやしかもちゃんと畳んで動かさないようにゆっくりこう徐行でずっとあのちょっと往復がこうなんて起伏があるとこも あそこなんですねそこですねそこがあのも大元かなで隣の方にアパートかなんかの方に、うん、あの曲を立ててあじゃあちょっと高くしてっていうそうそうそうあなるほどへえで国指今度はいつおる予定なのROK に忍び込めたらある意味伝説なるよね3曲おったらね3冠王おすごい山田もできないよこんなのけど来月行くんですよ ROK に俺に俺にじゃないえ ROK 何の番組龍太郎くんの番組チャキャスだそうそうそ そうあいいねいいね前回イブニングあえイブニングワイド6時半からやってる番組でで7月にミスチル特集やるっていうので行ったんで、うんうん、じゃあ今度9月にチャキャス特集やろうってことで9月13日だったかなの火曜日にまた出ますんで、はい、今度さこのチャキャス特集やったら、うん、第3弾は、うん、フリオイグレシアス特集やったらね分かってるよ今一番今俺が面白くないと言ったら一番俺が分かってるいやいや分かってるよ分かってたあ誰かと思ったねよく知ってるギャラリーが来ましたね、はい、僕は分からないんですけど、ね、そうなんですかはいはいはいじゃあどうぞメールよろしいはい、はいうん題名がバッタおじは難儀したのに、これラジオネームありませんが多分スナックふれあいさんですウークイにラジオ放送どんだけでも私の実家は明日がウークイなんですなんでかねわからんさだからウークイ用のオードブルを注文するときに受け取りが旧暦16日かっこ要するに明日に指定したらお店の人にあんたはどんだけと言われるスナックふれあいですここでやっと出てきたわ名前がというわけでワッタおじいの話ワッタおじいはデイジ古い人です聞いた話によると部落の代表で第一次大戦に従軍したらしい、日本軍として中国に戦争に行きよったって、してから帰ってきたらヒーローになって日本政府から勲章をもらったってそれから沖縄戦になる前にあちこちの家から金属かっこ要するに鉄砲の弾の原料を集めるって言ってからおじいの勲章も取られたわけそしたら割った弟かおじさんの話によれば部落の区長がこの勲章を密かに持ってたってなんで持ってたかわからんけどさそれから沖縄戦で割ったおじいは亡くなったわけそれからあとこの区長がおじいの勲章を家族の元に返したっていうわけこれって何だったのかね未だにわからないごめんね年な話でって年な話年な話最後油断したんでしょうねごめんね年の話変換ミスったな変換ミスったえウークイって明日やるところもあるんですかある多分南部が4日、うん、あそうなんだか出なければあの日をまたいで、うん、夜中の2時過ぎとか日をまたいでって、ね、聞いたりしますけどねもうやるところもあるし基本はもう正午
前後に送るのが本当はそうだけど、うん、今は年寄りが多いということで前倒しして8時9時にやったりするところもある。なるほど。あと帰りのあれもあるからね。ああそうだよね。そうそう、だから昔はもう日をまたぎながらって感じ、うん、なるほどね。あ、勉強になる。すごい。そうそうそう、よく知ってんね、サダらしいです。こっちの人 すごいね。あ、前脈脈脈忘れてた、はい、さっき、ね、第一次すごいよね。世界第一次って第一次第二次の前だから、うん、そりゃ分かる多分1900何年何年14年とか多分そのぐらいですよね。中国に行ったってだから100年前ぐらい。100年前ぐらい。すごいね。はあ、すごいです。すごいね。ひー、すごい。生きてないし。なるほど、ね、生まれてない。いや今おじいちゃんのね話が。そうそうそう。はいはいはい。すごいですね。ですね。いや、一旦 CM 入りましょうね。今日来てるの？もうすでにスタンバイ OK らしいので、お待たせしましたということで。はい、一旦 CM 入ります。一番不安だな。はい、場所交代。はい、皆さんこんばんは。今日もやってまいりました、ハイバル姉さんのコーナーです。こうちゃん、はい、2週間ぶりね。本当にちょっと姉さんすいません、ちょっとバカンスに行ってて。ちょっとわ聞いてるわよ。あ、なんか彼女できたそうじゃない。そうなんです。ぶっこんでいいのこれ。いいですよところでさ、そんなことどうでもいいのよ。うん、今日ついに来たわよ。来たねえ。私手ぐすね引いて待ってたんだからねえ。このコーナーでね、ピンクニフィをあぶり出しちゃうピンクニフィって新しいですね。だからあれでしょう、今日お便り一通来てんだけど、はい、まあぶっちゃけると、はい、やらせなのよこれ。あは、うん、お便りくれる人って FM ギナーのスタッフだからね。あーそうだったね、うん、やらせだから本当はいらなかったんだけど、さっきあの持ってきてた。うんうん、だ今日はね、うん、あ、じゃあまあ、まあ、いいわ、こんな話、まあ、いや、この話じゃやめとこう、姉さん。はい。何その、その笑いは。彼女できたの？そこ？うん。おめでとう。ありがとうございます。いや、本当に。よかったね。はい、もうついに、星一つから、うん、輝く星になろうかなと。ああ、いいと思います、はい。すごくいいと思います。どうせブスでしょ？いやいや、なんでそんなこと言うんですか。知らないけど。ねえ、人の幸せあんま好きじゃないわよということで、じゃあもうチャッチャと今日は、ね、チャッチャと行きたいんですけど、チャッチャと呼んで、はい、あのクニフィに私聞きたくていっぱいあるんだから。オッケー、じゃあもうメール1通しか来てないので、今日はスムーズに読みなさい。行きますよ。ハイバル姉さん、フリムーンの皆さん、そしてちょうど良くないメンバーの皆さんこんばあーそーばせ。ラジオネーム3代目メンソーブラザートムです。今夜はウークイですが、姉さんはウークイしましたか？ちなみに祖先の方々も姉さんと同じ組合なんでしょうか？そういえば今夜だけ姉さんのお店は内カビでお支払いできますか？そしたら月にした分2倍をお支払いしたいと思ってます。それでは最後まで Go to the sky ということで
いただいておりますけど、はい、いろいろぶっこんできてますね。頑張ります、はい、はい、じゃあ国比への質問、はい、いっぱい来てんのよ。おスルーか今のは。教えて国比のコーナーに。はい、じゃあ急ごう急ごう、はい、匿名希望ペイさんからの質問です、はいはい、奥さんのどこに惚れましたか、うん、ああ、そうですね、ぶっ込みますね。まあいろいろ頼ってくれるとこじゃないですか。おほ、ちなみにどちらから好きになったの。あれ、あっちですね。あれ、イケペが言ってたわよ、はい、なんてショコタンが曜日で、うん、あのスポーツボーカルに、うん、なった時に、うん、どうイケペはそこに爪痕を残せるかということで、うん、いつもは皆さん国日お疲れだったのに、そこにプラス、うん、ショコタン愛してるよっていうのをずっと入れてたの。あの個性を出したの。あ、なんかあったような気がする、うん、裏で付き合ってんの。イケペ飛んだピエロよ、かわいそうに。変な人扱いされるし、うん、ちょっとあなたの奥さんセクハラやないね。いやいやいや、なことはない。公共の電波で変な人言われたわけ。なことはない、なことはないですね、うん、あ、2つ目来てるわね、はい、匿名希望 P さんからです。プロポーズの言葉は何でしたか。あ、プロポーズは言ってなかったんですよ。は、そのまま。あ、ええ、お、はい、そう言う前にどんどん他のものが決まっていきましたね。指はこれがいい、 OK 分かった、行こう。あ、外堀から言わへん、どうしよう。ちょっとうちの親戚の集まりに来ないとか。鬼のように固められました。作戦ね、かわいいふりして、作戦通りあの子割とやるもんだわねと。完全に、はい、そうです。まあ、一応その披露宴会場で言いましたけど、はいはい、まあそれはそれで。いくつ離れてんだ。11。へえ、11、11、11離れてますね。ちょうどいいよね。ちょっとアレンジしたアレンジした。私こういうこともできるんですよね。うん、でどうなの、何が、週何回なの、何の話。いや一緒にご飯食べるの。ああ、もう他にある、会うときは、会うときは、収録、収録はないかな。うん、まあね、うん、国比もなんだかんだスポーツもやってるから体鍛えてるから。いや、うん、あっちもほら収録があったりとか。あ、こっちも収録と収録かけちゃった感じ。22分過ぎてるけど大丈夫。大丈夫です。はい、まだ行きます。なんとか大丈夫ですよ。いや、今日最後までいるわよ、なんだったら。名古屋なんか知らないわよ、ね、そう、いや、ダメでしょ。じゃもう帰るわよ、バカ。フルモンの番組やって順にわたふらと思われてないかや。だからよ、リスナーまでみんなフリムン封じになって、そろそろフリムンラジオ終わるんじゃないか。はい、ノガマリはフリムンの人大好き、萌え萌えキュン。フリムンでよかったっすね。よかった、生まれつく感じを見せたよ。フリムンラジオ。はい、いやー、もうディープでしたね。カナさんすいません、本当になんかもう。いや、あの、ある程度覚悟はしてた。大丈夫ですか。はい、ちなみにあの、うん、くもじん姉さんとどっちが。やっぱこっちですかね。そうですね、くもじん姉さんは、はい、そんなにあの直接お会いする機会はないんですけど。あ、そうなんですか。ただあの時間帯が終わってスポーツ4から始まるじゃないですか、はいはいはい、イヤホンした時に、はい、赤い毛がずっと挟まってる。これよくあるんですよ、そういう。ちょっと珍事件が、姉さんの残していった毛が。残り毛があるっていう。残り毛があるんです。なるほど。これ結構あるっていう、ね。はいはい、それだけはちょっと言っときたかったんで、はい、安いの買ったから、ね、結構傷んでるのね、あれね。だいぶパッサパサでしたね。毛は本人放送中、ね、たまにキューティクルがキューティクルね、言ってるけど、僕の見る範囲ではパッサパサですね。多分100均じゃないかな。結構ツイキャスも来てますけど、はい、はい、週何回笑ってきてますけど、夜の方だろうっていうのが、うん、ちょっとあんまりこういうのはやらないでほしいですね。なんかね、さっき夜ご飯ってことですか。夜ご飯の話だと思うんだけどな、ね、ちょうど、はい、クモの宿題やってたから俺。あ、ほんと。平先生が怒られる。はい、ところで、
今日のテーマが先祖の丸々話だけど、うん、神奈家は、うん、はいはい、まずルーツはどちらに、ルーツあれあんまそういうの興味ない系、あんまりわからない系ですね。神奈ってでもどっかもともとどっちかの、その地名としては確か宜野座と、うんうんうん、あと都だったか石垣だったかな、え離島にもあるの、まあ、あるんですけど、僕はその那覇の神奈なんで、まあ、そもそも親戚も少ないらしいんですよ。へー、うん、で一応なんかあれらしいですよ、神奈県話となんかいろいろあるらしいですよ。神奈県話、はい、調べてみたらすぐ出てくると思います。あ、はい、いろいろ、はい、いろいろ、はい、昔活躍した人です。おお、雑把に言うと、え、それは放送で言える活躍、いや、もちろん、はい、なんで悪いことを言う、ここでいろんな角度からブラックを出そうと絶対今日好感度避けたいんで、いや、別に、はい、何でも喋りますけどね、下がんないから大丈夫だよまあね、どうぞどうぞ、少々のことは少々のことは一枚は得ですな、そうそう、何でも喋りますよ、いつまでも爽やかでございますじゃあメールいきますか。あ、じゃあ僕からいきましょうね。はい、泉佐野の特急サザンです。はい、以前番組に投稿したかと思いますが、僕のおじいちゃん、かっこ母親の親の方、沖縄で踊り子を教えていたみたいです。ただ僕は見たことはありません。なぜなら僕がちょくちょく沖縄に来るようになったのは5年前からで、おじいちゃんが亡くなったのは今から20年ぐらい前なので当然見れないです。もう一度沖縄の踊り生で見てみたいですね。では最後まで番組を聞きますね。サザンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一応写メも添付されてしてくれてるんですか。あ、本当だ。芸道55周年記念。へー、すごい。何年って、昭和59年59年の記事。わー、すごい。へえ。まだ生まれてないですよ。嘘つき。あ、早いね。打てば響くとはこのことですな。何十年もやっぱだって俺の同級生のお兄ちゃんだから。カキのね。カキのね。あ、でもカキカキ言うさ、うん。そもそも俺が最初だからね。あ、俺の場合そうね。うん。で、次男がカキ。カキ。三男がカキちゃん。でも、その話聞くと、うん、父ちゃんもカキって言われてた。あ、マジで。由緒正しいカキ。同級生よね。名三塁コーチャーだったんで。言ってたね。はい。めっちゃ腕回してたんで、こう。いい腕の回し方、サウスポーなんでね。あれ聞いてて、あ、うん、俺の弟と放送でディスられてると思ってた。いやいや、もう本当にね、なんか似てる。まあ兄弟ですから、ね、いや本当に顔も似てるよねでもあれ本人が言ってたけど本当、うんうん、あいつミスターシュリだったとか言うけど違うでしょ。あ、嘘言ってたんだあれ。絶対違うよお兄ちゃんに嘘言ってたんだあいつなんでミスターシュリって。ほら、ミスターシュリ子だったっていう、ミスミスター、あ、全然違うと思うよ。俺あいつの家知ってるから突撃するで。やめてあげて。はい、行きます。メールね。はい、倉敷ののんぺと申します。あ、のんぺさん、はい、ありがとうございます。はい、こんばんは。池ぺーさん、モーミーさん、フリムーンラジオの皆さん、神奈国広さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか。今日のテーマ、先祖の面白い話。自分の直接の先祖ではないですが、その人はおならがところ構わず出ると言って、悲しい場所でプーと大きな音で出たそうです。みんな笑うに笑えず、後で困ったような話をしていました。皆さん、こんなことはなかったですか。皆さん、熱中症に気をつけて頑張ってくださいね。またメールします。バイミー。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、チャーハンの写真もいつもありがとうございます。なんでなんで食べるのが好きだから。のんぺさんのこれ、そうなんだ。最強食堂だった。あ、なんかどこだった、ハブ食堂だった。ハブね。ありがとうございます。全然文章と関係ない写真が。これがのんぺさんの味。ありがとう。個性を出そう。ありがとう。なるほど、わかりました。ありがとう、うん、しかし生放送の素晴らしいところですよ。神奈健和さん情報入ってきてますか。あ、来ましたか。昭和天皇の乗っていた船の船長をされていた方です。はい、いろいろ案内したそうです、沖縄。すごい、はい、誰もができることじゃないから、ね、なんかその当時では、ね、沖縄の人では、まあ、相当な、なんていうんでしょうね、偉い方、珍しいというか。神奈一族のまず第一の出世頭が健和さんで、ね、第二が国妃の。あ、違う違う、大体親族神奈会の中で聞いて話神奈で憲法の憲っていうのがやってるのは多分親戚になるんでしょうね。遠い親戚みたいな。その感じ一文字取るシリーズね。崎山さんは継ぐがついてとか、はいはい、なんかいろいろあるじゃないですか。
町田胸シリーズよく見るよね。ああそう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 、胸とかね、そういうの友達にもいたけど、うん、だと思います。あ、はい、それとですね、うん、ツイキャス、うん、国さん今日は何を歌うの？いや歌は特にないですよ、うん、今日は。あ、え、こちら側は事前にサイレントジェラシー歌ってくれるって聞いてるんですけどサイレントジェラシー、何サイレントジェラシー？赤道小町ドキンのどっちかそっちの方がわかるそっちの方がわかるまあね、サイレントジェラシーはイントロ長いからやめときましょう、ね、シジミんち行ったらよくシジミさんがやってる。あっち行ってみたいんだよ、クニフィ今度連れてって行く。あ、本当に本当に、うん、じゃあじゃあいつか、じゃあシジミんち行って、うん、でラッシュのまあまあのところね。ラッシュのまあ、まあ、864の有名リスナーなんだけど、うん、ROK のお店やってる方がいる、はい、いつもファックスでエロ話を投稿してお昼に本当いろんな人いるね。いやでも綺麗な人あ、そう、うん、ラッシュのまあまあ頑張り屋さんなんだよ。へえ、ね、うん、昼もやってるし。そうよ。何ですかこの時間は、ね、メールいきますか、うんうん、メールいきますか、うん、はい、じゃあいきましょうね、タイトル、あ、違う、フリムーンメンバーの皆さんこんばんは。吉影の息子です。はい、もう最近ね、うん、スポーツゴーカルでガスが出てきてる。あ、そうそう、メール職人になってるよね。かなりですよ、うんうん、大喜利とかねだいぶ送ってきてくれて。ちなみに吉影の息子のプチ情報なんですけど、うん、多分ですよ、うん、お父さんの名前は吉影だと思います、うん、はい、今日のテーマ、先祖の面白い話。うちのじいちゃんは元軍人で気性が荒かったんです、うん、けれどジャングルで鍛えられたサバイバル能力が半端なくて、山に入っては蛇を捕まえてきて皮を剥いで数日間吊るして乾燥させ漢方薬にしたり、蜂の巣見つけたら蜂の幼虫をうまいうまいって食べてました。僕にも食うかって言われたけど食べれませんでしたね。あと地元の祭りの時は親父の吉影と一緒に出てきた、出てきた、親父の吉影と一緒に警察と喧嘩してたんで、これは反面教師にしようと思いましたそうだね、なんせ喧嘩とプロレスが好きだったんで絶対逆らわんでおこうとは幼心に思ってましたね。ではではまた、うん、よしこ、ありがとう。ありがとうございます。これ、あの関係ないんですけど、幼心のところに幼って振り仮名ついてるんですけど大丈夫ですよね。いや大丈夫ですよ。心配だったんじゃないですか。なるほど、イケペーだからと優しさ。あの野球ツアーにも来てくれて、よしこ息子さん。あ、そうそうそう、あ、そうね、そう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 、だから近鉄の昔の帽子かそう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 めちゃくちゃドヤ顔で自慢しててちょっと僕の斜め後ろはこっちに座ってていや盛り上げてね、一緒にくれてたんでね、二人でミキティミキティ呼んでそうそう、同じ人からずっと買ってたもんねあれ終わった後、うん、冷静になって財布見たらすごい減ってたもうノリになったのかな、あ、なるほどね。イベントではついつい使う癖をはい、白い T さん、はいはいはい、フリムンラジオにお集まりの皆様、サピリアンの皆様、なな長屋の皆様、東京から世田谷のコーラでゼロです。よろしくお願いします。父方のおばあちゃんの話を少し、私が小学4年生の時に亡くなってしまったんですが可愛がってもらいました、70過ぎの割には、炭酸飲料が好きでスプライトをよく飲んでいたのを覚えています。コーラは歯が溶けるから飲むなと言われていました。かっこ笑。こっちは、新盆で先月お盆は済んでしまいましたが、仏壇にはスプライトをお供えしました。沖縄のご先祖様を大切にする文化習慣はいいなと思います。では最後まで放送ちばってくださいねって。はい、コーラさん、ありがとうございます。スプライトのとこちょっと吹き出してしまう面白いですね。あ、でも好きなものをね。あ、けどうちのじいちゃんもスプライト好きだったファンキーだね。いや、あのうちが小さい頃ジュースとかその炭酸とか飲んだらダメって言うんだけど、後ろにおじいちゃん家があって、そこに行ったらあの当時1リットル瓶が、ああそうそう、はいはいはい、コーラとかスプライトとか、あのプリマートで売れるやつね。そう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 、瓶の、そうそう、何十円かで買ってもね、50円、50円、そうそう、それが必ずあってあとブルーシールのブロックアイスがあって、だから学校とか帰ってきたらもうすぐおじいちゃん家に行くっていう、 あそこに行けばあると、そうそうそう、そんな子供でしたね、うん、そんなクニフィ、そういえば今日は福井ですけど、うん、ちょっと行けないってことで昨日親戚周りは全部、あ、いや、え、とうとうめにうとうとは、うんうん、してきて、あ、うん、もう今日はもう来ました。だいたいもうこの仕事をやってからは、そうか、うん、行ける時にも行くっていう形で、だって正月も朝から喋ってたでしょ。よっぽど暇なんだなと思って、ね、暇じゃない、仕事だよただ喋ってるわけじゃないから、あ、何時間喋ったから、あれすごいよね、うん、7時から4時までだったかな、うん、だってこんな素人のラジオで1時間喋ったら、うん、
もう精神が消耗して、そうだね、お家帰ったら晩酌しかしないです。いつもでしょ。あそろそろクニフィの好きな球団は、ドラゴンズ。ドラゴンズの本拠地はどこですか。名古屋。はい、名古屋の皆さん、今うまく振りました、どうぞ。こんばんは。こんばんは。残念ながら今日は名古屋じゃないんです。どこなんでしょうか。今日はですね、岡山県倉敷市から中継させていただいてます。だいぶ離れたね。遠い。名古屋から355キロ離れております。的確な情報ありがとうございます。はい、もっと例えますと沖縄本島一周分の距離です。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スマホで切るときに使う。またご参加しております。ご参加しております。いつもお世話になっております。でもないです。はい、ということでですね、今日はですね、先ほどから申し上げてます岡山県倉敷市の方から、中継させていただいております。本日ですね、ゲストの方をご紹介させていただきます。神田さん、こんばんは。味噌煮込みスキーです。はい、どうもありがとうございます。今日のゲストは味噌煮さんということで、はい、違います。ごめんなさい、ちょっとちょうどいいツッコミをしたかったんですけれども、残念ながらできませんので、今日は9本スペシャルということで、おいおい、岡山県倉敷市に出張しました。そしてですね、岡山県の沖縄県人会の方にゲストにいらっしゃっております。岡山県沖縄県人会のスミさんにお越しいただいております。こんばんは。はい、こんばんは、スミです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、スミさん、ですね、はい、スミさんの意図書きます。なるほど、大事なところは聞き取れないというね。あ、生放送ならではです。はい、ちょっと電波が、もう一度、これが、はい、住所の住に井戸の井と書きます。うん、あ、なるほど。水さん。水さんね。すみいです。あ、すみい。あ、わかりました。はい。はい。はい。家内はね、諸見里って言いますよ。あら。あ、ということは奥さんが沖縄出身の方ってことでしょうか。ご名答です。はい、正解ですよ。ありがとうございます。スーパーひとしくんかけた甲斐がありました。なるほど。ですね、ちょっとは取れました。岡山県の沖縄県人会ですけれども、何世帯の方が県人会に入っていらっしゃるんですか。県人会の会員として、120招待ぐらいいます。すごいね。はい、多い。特にんちょっと電波が、さ、喋りましょうか。はい、あ、大丈夫でしょうか。はい、ですね、特にですね、なんとですね、美作大学の、大学の方にですね、沖縄県の、学生さんがですね、130人ぐらい、美作大学の方にいらっしゃいます。へー、あれ、ラジオ CM でもやってる、なんかね、聞いたことある大学です、ね。やってますよ。ですよね。そちらの方でやってます。はい。聞こえない。大丈夫、大丈夫、進めてください。あ、はい。そうですね、まあ、そういうことで、県人会なんですけれども、実はですね、この県人会をですね、岡山県の県人会の、この、いろいろあって、縁があって進めてくださったのが、倉敷ののんぺさんです。あ、やはり。のんぺさん、こんばんは。はい、こんばんは、倉敷ののんぺでーす。のんぺさん、いた。リューティーのあれ以来ですね。そうですね。あれって言っちゃった。ライブ以来ですね。あれってあそこで会って以来ですね。ですね。お元気ですか。はい、元気ですよ。あ、ちょうどいいです。またちょっと撮れた、ね、ちょっと笑ってくれた。いや、フォローすんな。余計きついよ。本日滑ってます。自覚あります。はい、滑り王子の代役です。あの人の代わりはなかなか厳しいですよ。今日はですね、今日はですその、ご期待のですね、滑り王子はですね、名古屋にいますので、滑り王子聞こえますでしょうか。こんばんは、皆さんこんばんは。三次元中継ですか、これ。来た。わお。神田さんこんばんは。こんばんは。三次元の名古屋から中継させていただいてます。なるほど。若干、この、はい。若干声小さいですけど、聞こえてますよ、ちゃんと。あ、そうですか。はい、大丈夫です。聞こえますんで。はい、大丈夫です。もうこの状態で今日はですね、初の試みの3次元中継でお送りいたします。うん、
完全には味噌煮込みスキーさんの声が大きくてですね、潰されましたね。いやもうびっくりしました。これはちょっと悪意を感じますけども、フリムラジオ、技術は伴ってますけどトークが伴ってないんですね。それは最初から皆さんが分かっていることだと思います。はい、分かりました。はいはい、あのですね、こういうふうに僕は電話で今中継させていただいてますけども、はいはい、うん、この状態で言いますと、ブロックオンブロックのことを思い出してしまいまして。なるほど。あの時も、はいはい、かなりあの時もですね、はい、滑り倒しまして。そうですよ、反省してください。もしもし。あー、もうへこんだ。どちらが出るんでしょうか。あれ、マスクマン、ごめんなさい、へこみました。めっちゃいいタイミングで切れたら。マスクマン大丈夫ですか。もしもし、聞こえますか。あ、今治りました。はい、僕のトークを遮らないで。なんかね、音がちょっと。あ、ごめんなさい。はい、ちょうどいいタイミングで消えたりするんですよ。伝染したようですね。あ、滑りが伝染したようで。あ、今いい感じです。あ、いい感じですか。滑った話だけよく聞こえました。すごい。はい、もう本当にブロックオンブロックの時には失礼いたしました。何をおっしゃいますやら。え、本当滑り王子がカンナさんによってですね、ペンナー王子に変わりましたんで。ああ、マスクさん、肝心なところでまたちょっと切れましたね。また切れた。あ、残念です。ノイズがね。マスクマン、すいません。ノイズがね。ぶった切りました、またコメント。ノイズね、もう、せっかくですね、倉敷に来てますので、お店の紹介をさせていただいてもよろしいでしょうか。史上初です。電波を滑らすってすごいですよ。なかなかだと思います。じゃあ、お店紹介いきましょうか。はい、お願いいたします。ですね、マスクマンさんも聞いてください。今日はですね、倉敷市ですね、中央1丁目14-7のハテルマさんにお邪魔しております。それでですね、場所はですね、倉敷芸文館隣です。有名な倉敷美観地区の近くになります。ではですね、ママのですね、白賀さんにですね、変わります。白賀さん、こんばんは。あ、聞こえますか。はい、今聞こえました。聞こえないんじゃない。だ、今聞こえました。あ、今聞こえたの。はい、よろしくお願いします。私はママではなく、うん、ここの大将でオーナーの白賀と申します。大将なんですね。白賀さん。一応一番偉いっていうことをね、言いたかったわけです。あ、失礼しました、白賀さん。はい、いや、なんか雰囲気で伝わりますよ。女性ですがでしょうね。聞こえる？聞こえますよ。聞こえますよ。はじめまして、皆さん、初めてなのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あ、お店の紹介私はしたらいい？あ、じゃあよろしくお願いします。私が、15歳ぐらいの時から始めて20年で、今35歳になりました。あ、白髪ジョークですね。はい、で、はいはい、もう滑ってください、皆さんね。滑ってるから。こっち側が滑るんですか。続けてください。痛い。ございませんで、沖縄の食文化とか、大変素晴らしい文化に触れて、それを本当のものを皆さんに伝えようというような、ものすごい意気込みで20年頑張っております。今から75まで頑張ろうと思っているので、どうぞ皆さん、倉敷においでの時は、ぜひ遊びに来てください。いいかな、こんなもんで。いや、最高ですね。いくらでも喋るけど。いや、一番はっきり聞こえましたね。ありがとうございます。うん、ですね、倉敷はですね、いろいろですね、沖縄に関するエピソードがありましてですね、石垣、ごめんなさい、竹富島ですね。竹富島ですよね。はい。はい。竹富島のですね、若河原。これの保存ですね。保存は倉敷の、殿村先生っていう方が、勧められました。それからですね、倉敷宝石には、平俊子さんっていう方、そちらで芭蕉布をおられてる有名な、方がいらっしゃいます。人間国宝の方です。この方も倉敷と縁がある方ですよ。ということでですね、また倉敷のおいでの際はですね、沖縄県、すみません、岡山の沖縄県県人会、あとですね、ぜひですね、波照間にもお越しください。以上、名古屋出張の
倉敷からお伝えいたしました。痛い。マスクさん、あの今放送中なんでおふざけはやめてもらっていいですか。ちょっとツボに入りました。痛い、うん、あ、今日は大丈夫ですよ。中継よ。終わりました。あの、中継よ。すいません、強制カットしました。すごいね。いやー、3次元やるとこんなことになるんですね。ですね、はい。今のコーナーがうちの番組で一番唯一まともなコーナーだよ。なるほど、うん、はい、はい、なんだろう、ちょっと乱暴された後の脱力感ね、変な汗かくね、感じでね、熱いシャワー浴びたい。いや、まあでも遠いところからね、また情報をね、はい、ありがとうございました。あ、じゃあいよいよ告知ですね、はい、何のために来たか。はいはい、そうでしたね。じゃあちょっとあれでしょ、闘牛観戦ツアーの。違う、それ俺じゃない。あ、そうかそうか、はい、じゃあこれちょっとわわ、はいはい、あれ、曲あった。おお。ああ。はい、じゃあちょっとワーティーさんも。はい、はい、はい、じゃあ告知いきます。今月の27日、8月27日に、グル君マスクとそして神田邦弘でスーパー J カップ2016第反省会を行います。グル君マスクさんがですね、新日本プロレスのスーパー J カップという大会に、ジュニアの何年かに一度の祭典なんですけど、出まして、まあ、残念ながら1回戦で敗れてしまったんですけど、今度の日曜日にもまた有明で試合があるんですよ。なのでそこに僕も行ってくるんですね。行くんですよ。でそこに行っていろいろ見てきて、じゃあ反省会をみんなの前でやろうじゃないかということで、はい、限定30名で大反省会を皆さんの前で行うトークショーということになります。でそこではもちろん映像を見ながら試合を振り返ったり、その他その J カップの記念グッズ争奪じゃんけん大会があったり、で、これねちょっと僕気合入れてるんですけど、お互いの私物オークションをしようじゃないか。あ、スポコでも言ってたね。そうだからあの、まあ、プロレスグッズとかはもちろんなんですけど、まあ、例えば野球だったりちょっと、ゲーム関係だったりとか、なんかそういうお宝をいろいろ出して、相良さんのメガネとか持ってない、うん、で100円からだったらみんな参加できるかなと思って、でオークションやって、見ようかなということで、もし売れなかったらすぐ漫画倉庫に持っていこうと思ってますので、はい、でも間違いなく漫画倉庫持ってったらもっと高く買ってくれると思うんで、ぜひもう、こっちに来た方それも楽しんでいただければと思います。で、8月27日土曜日夜7時半会場、8時開始ということで、場所はね、那覇市寄宮のバー寺子屋寄宮分校というところになります。さっきも言いましたけど、ちょっとキャパがちっちゃいので限定30名ということにさせていただきます。その分近いはずね、近いですか、お客さんとクニフィーとグル君マスクさんとの距離が、はい、全席自由で2000円、別途ワンドリンク500円ということになります。でチケットがですね、もう大体半分ぐらいも埋まってるということ、残り半分ぐらいですね。グル君マスク選手か私神田邦弘の、ツイッターかフェイスブックにぜひコメントをいただければと思います。ちょっと初めての試みなんですけど、トークショー面白そうだね、うん、楽しい時間にしたいなと思ってますので、ぜひ、お時間の合う方は遊びに来てください。ちなみにですよ、ちなみにこの日僕、午前中に健康診断に行くことになってますんで人生初のバリウムを飲んで、はい、いろいろ調べて、もし、神田調べで、神田調べ、本当の神田調べをしてしてもし僕がそのトークショーの時テンションが低かったら、何か重大な病気が見つかったと思っていただければ、あ、はい、もしくは相当バリウムの便が出たんだなと思ってもらえればいいと思います。ある意味レアなイベントになるね。そうですね、検査の結果、どんな状況で喋るのかっていうのもね含めて、ぜひ8月27日見てください。はい、トーク面白いからね。そうですね、はい、最近のところでまた喋ってますから、すごいよね、はい、よろしくお願いいたします。8月27日土曜日ですね、はい、はい、ということです。皆様ぜひよろしくお願いします。ごめん、そのまま閉めるかなと思ったのに、途中終わりしたの。ごめん。はい、ということでお知らせでした。はい、Go to the Sky もありがとうございました。あ、いいぐらいだね、ちょうど。はい。じゃあメールいきましょうね。はいはい。はい、こんばんは、フリムーンラジオの皆さん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。今日のテーマ、先祖の丸々話ですか？うちの先祖は、面白話は記憶にない、おじいおばあは、離れていたし、たまに来るおじいは来るたびに豪口かまじしく打っている感じ。父親は物心つく前に他界したので記憶にない。母親は晩年病気の合併症で目が見えなかったけど、手びちの煮つけが好きだったので仕事帰りに買って帰ると、自分が帰ってきたのが分かるとお帰りの言葉の後に言った言葉が、手びちの煮つけが食べたいね
って匂いもしないのに。トロンボーンさんありがとうございました。いや本当にそうですね。そうね、そうね、うん、なんかこうパート2がなりそうな、ね、続き聞きたいですね、さらにね、続編がね、後を引く、うん、投稿ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、次私でいいですか。はい、バチコイ。フリムーンメンバーの皆さん、カンナさんこんばんは、はい、こんばんは。吉影の息子です。カンナさん、はい、緊張してるらしいですね、うん、お昼の番組で言ってましたね。はい、はい、じゃあアイウェイ作文、うん、お題がベイカー。ベイカー、はい、来ました。はい、おベベテランリスナーのイ・イケペイちゃんにかカンナくんがいじられる。ほなサイナラって。ありがとうございます。あら、さすがベール職人。ありがとうございます、ね、素敵。でもあれですよ、緊張してるとか言ったのは嘘ですよ。本当？いやいや、最初緊張、あげよパーあげよパー、最初緊張してたんですけど、始まったら大丈夫になりましたね。あ、イケペイの顔見て、ああもうもう隣にね。だって本来の国比はここ一番って時には白いズボンつけるけど、今日は真逆の黒いズボンですよ。いかにフリムをねこう、うん、真正面から捉えてくれなかった。違う、これバランスを考えて全体の、ね、おしゃれだね、うん、いやこのままあのマネキンに飾ってあったんでそのまま買いました。ああ、はい、一番無難で失敗のない、そうそう、僕の買い方それです、いつも、はい、自分でわからないんで。あ、いやでもおしゃれよね。いやもう本当にいつも買ってるお店の店長さんに全部聞いてる。ああ、僕に似合う、じゃあこれあのどんなのがいいですかとか。俺クニフィだけどなんかどんなよ。こっからこっち、あすげえ、こっからここまで。そんな会話しないよ。Go to からスカイ、意味がわからない。全然わからない。そんな使ってたら嫌だ。こんなお客さん嫌でしょ。いやどうにかねクニフィの黒いとこ出したいんだけど最近。もうやめてあげても。メールはまだメールあります？ないです。え、もう以上ですか？ですよね、メール、うん、メールありまくってます。ありまくってるって。今日かわいい子から来てる。ラジオネームカエルマイケル過去9歳。お、マジで、うん、はい、ありがとうございます。カエルだよって、今日ダンスレッスン休みだからフルムーンラジオ聞いてるよって。ごめんね、初めてです。今日ちょうど15夜です。なんかみんなさん DJ 上手ですね、びっくりした。カンナさんもいるね、こんばんは、うん、こんばんは。今ねカエルのお家の前でエイサーやってるよって、エイサー見ながらフルムーンラジオ聞いてます。最後まで頑張ってください ね、じゃあね、バイバイって。いい、あ、カエルありがとう、ね、え、嬉しい。夏休みだから来て喋ればいいのに。いや時間が時間じゃない。そうだよ。そうだ、ね、ダメでしょ、出ちゃダメ。まだちっちゃいからね。うん、そうね、9歳、9歳、うん、はい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 、はい、まだあ、うん、もうちょっといける。あの、ね、ちょっと変わった人が来てるね、うん、はい、はい、フリムーメンバーの人たちはご先祖様いないの、国比まで誰のどこから生まれてきたのかね。もう分かった。ちょうどいい具合に剥げ上がってる MC なんとかヤイビーン。さて僕の先祖の普通のお話。今102歳のおじいが片膝上げてご飯食べる癖があり、パンツ一本の時は必ず必ず 100% パンツの間からお楽しみ袋をトゥンジラしてました。したら泣きおばあがお箸で袋を引っ張りまして、あがっと叫んだおじいに一言、ええくれぬやがか、かまらんさに平くなしじみれ、なんだこれ、これは食べられないでしょう、早く片付けなさいってよくおっしゃってました。これがたばけでは普通のことなのです、終わりって。なるほど、はい、普通 MC なんとか欠席したパーソナリティが自分の番組に送る。いやいや、ありがたいね。でも来たかったの本当は、うん、まあね、うん、これなかった、まあ、長男ですから。しょうがない。じゃあ残り時間までメールお願いします。はい、はい、こ多いですねメッセージ、はい、かなり今日は増えてます、うん、毎回後半伸びる。なるほど。そうやね、あ、フリムーンラジオの皆さんこんばんは。ラジオネームマードンナです。あ、マードンナ、今日のテーマ先祖の面白い話ですが、おじいの法事の時の時、その日はティーダカンカンですごく暑い日、おばあの家の窓を全開にしてお坊さんのお経を親戚一同で聞いていたら、突然おばあがお坊さんに向かって走っていき、お坊さんの頭をめがけて平手打ち、親戚一同一瞬で凍りつきました。おばあが一言、ガジャンガうんって。お坊さんが帰る時頭に真っ赤な手形がついてました。わら、終わり。フリムの皆さん最後まで聞いてますねって。ありがとうございます。マードンナさんはちなみにイトマンの元ヤンキーです。ありがとうございます。言っちゃっていいのそれ。クニフィ、最後に、はい、
リターン2告知で。ああ、そうですか。ピシッと短くお願いします。OK です。今月27日、グルクンマスク、神田邦弘でスーパー J カップ2016大反省会を行います。全席自由で2000円、ベッド、ワンドリンク500円となっております。希望の方はぜひ、お早めの予約を、グルクンマスク選手か、私、神田邦弘の Facebook か、Twitter にメッセージをぜひ送ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、来週のフリムーンラジオのテーマは、酒での失敗談です。いっぱいありそうですね。みんなあるんじゃないですか。まあまあ、クリフィも来週投稿してくれるって約束してくれたから、さっき CM 中に。俺お酒飲まないよ、はい、そこまで作って入れればいいさもん本当に漏ればいいさ、はい、でですね、今日すいません、読めなかったメールいっぱい来てるんです。はい、あのネームだけでも、はい、はい、RBC っぽい、モアイ大好きひとみこちゃんありがとうございます。デコポンさん、うん、ありがとうございます。進撃のめいちゃんさん、あ、めいちゃんありがとう。つよぽんさん、あ、つよぽん、はじめまして。毎度あすかさんありがとうございます。以上、すいませんでしたということで、はい、はい、また来週も、ね、前もって送ってくれると ね、こちらとしても調整できるんですけど、はい、すいませんでした。お願いします。ということで、また来週ですね。はい、じゃあどうでした、クリフィ。うん、もうあと5秒だから、うん、さよなら、はい、ありがとうございました。また来るね、いつか。5秒からフェードかかるんだ。そうね、そしたら俺あれまた持ってくるから、うん、いや、アイちゃん一人にはさせられないんで危ないんで、これそりゃそうだ、危ない、FA の隣には危ないんで、そりゃそうだ、あれ、もう一回やっても危ないと思うよ。いや、うん、本意届け持ってく人危ないんで。